皆さん、こんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座全体構造法律公式テキストにユニット1の講義を始めます。レック講師の浅田健吾です。よろしくお願いいたします。じゃあ皆様ですね、ご用意していただきたい教材が一つございます。こちらですね、公式テキストの2ですね、こちらの方をお手元に置いていただければと思います。こちらを使って授業の方を始めます。 で前回とかで絶対構造で申し上げているところのもう一回の確認なんですけどこのテキスト下の方にね、えー、緑の言葉がついてますこれ昨年キーワードというような形でご紹介されておりますのでまあわからない言葉とかあればですねそちらの方ご自身で調べていただいたりしていいかと思います。で 公式テキスト2を見ながらですねやや早口の方で説明しますで聞き逃したところは収録講義なのでねウェブ配信なので止めて聞き直してあとメモなどしてくださいあと手を動かさないと脳へ刺激がいかないのでねただ聞いてるだけでは、えー、と脳は働かない未来ですから皆さんね、えー、僕の話すことをテキストなどにメモしながら聞いていただければと思いますで180分しかありませんのでまあ全てを話すことはできませんポイントを絞ってお話の方をさせていただきますはい でこの180分ですねもう聞いたらですね過去問の方やっていただければと思います。テキストを読んでから問題を解いていたんではですね時間がないですしテキストの全てが出るわけではないですから僕の方で180分お話しさせていただいた内容は それを聞けばいきなり過去問を解く場合でもです、ね、そこまで辛くないと思いますので,で過去問を通して知識の定着を図ってくださいあくまでもテキストはこちらのテキストですねこちらの方はサブテキストというような扱いでメインは皆さんお手元にあるかと思いますけど過去問集と過去問解説集 ににななりりまますすここちらの方がメインとということになりますあとですね中身に入る前にもう一言だけ申し上げたいんですけどもまだですねこちらの事業の収録がですね試験要項が出る前ですですすから試験要項も皆さん4月の下旬に出ますので確認していただければと思うんですが毎年ですね一応4月1日2023年の4月1日時点のもの。 去年の予報を見ると2022年の4月1日に施行,施行されている運用されているということになります法律的にはねだからその辺のところは一回確認の方をしておいていただければと思いますじゃあ長くなりましたが、えー、始めたいと思いますじゃあ皆様テキストの方ですねご用意してくださいで私の方もすいませんテキスト見ながら下の方見ながらお話しさせていただきますけれども失礼します早いですから、えー スローで聞いていてただくとかねもうしていいいいただければいいと思いますのでもうあの配信講義ですので皆さんの方でご,ご自由に調整していただければと思いますじゃあ10ページの方を見ていただければと思いますでまず左側ですね10ページ「かっこ1の丸1」「契約とは」ということでいっぱい書いてありますが契約というのは簡単に言うと一言で言えば約束のことになります約束です じゃあ丸にですそのまま下に下がっていただいて10ページ左から契約の成立ですねはいこれ2行目大事ですよ申し込みと承諾の意思表示は合致売りましょう買いましょうで売買契約は成立するということになります売ってください買ってくれませんかっていう申し込みといいですよということですね売りましょう買いましょうで売買契約成立ということになります民法ではですねこれが原則でございますので書面も不要です 書面も不要です売りましょう買いましょうで売買契約が成立ということになりますので書面はいらないということになります書面はですね後でですね、えー、売買契約ですねしてないとかねトラブルにならないようにするという話だけであって民法上は基本的にはいらないという形になります はいよろしいでしょうかねで次11ページ「約款」というのがあります、えー、っと11ページ左側ですね「丸4の A のところを見てください約款ですねでこれ電車やバスの運送契約やなんか細かい字で書いてるはずですねあれこれ「約款」という話になるんですけどこの試験でですね大事になってくるのはですねそこから少し下に下がっていただいて B というのがありますでかい B ねラージ B 改正民法の定型約款の規定というのがございますこちらの方がですね約 定の中に定型約関があるというようなイメージになりますこのところ黒丸がございますわかりますか B のところですね2行下がっていただいた3行目のところですね黒丸定型約関の定義とあります不特定多数のものを相手方としということです1対不特定多数ということですですから1対1の契約でですね なんか法人さん対法人さんの契約とかですね。そういう時になか細かい字で出てくる約款とかというのとは違って1対多数というですね。不特定多数という時に出てくるのが定型約款ということです。ですから、この場合ですね。いいですか？黒丸のところに定型約款の定義と11ページ左側があるんですけど、これが不特定多数のものを相手にいっていうのが特定。当事者間はこれ定型約款とは言わないということです。 まあ定型というともうこれね決まり決まったというようなイメージであると思いますのでね一対一で約款であれば話し合ったりして約款を作ってもいいと思うんですけど定型約款というのが普通の約款よりももう少し絞り込まれているということです。 定款があって、それからあごめんなさい。約款が約款ですね。約款があってごめんなさい。約款があって、その中に定型約款があるというイメージですね。ベンツで書くとですね。そういうイメージになります。はい、じゃあ次のところ行きたいと思います。次12ページ開いてください。12ページ左側ですね。え丸3というのがあると思います。 契約書面の作成交付なんですけれども、はいこの1様目大事ですよ。契約が成立するためには売りましょう買いましょう売買契約が一番わかりやすいですね。はいこの場合は合意でたれ契約書面の作成は不要ということになります。不要といううになります。民法で唯一ですねあの。 書面ががいるのがですね、えー、ここからですねもう少し見ていただく丸三のところの123456789行目いいですか、えー、12ページの丸三の左側丸三のところから始まって9行目です123456789例外として保証契約は、えー、書面または電磁的記録これはまあデータというようなイメージです PDF とかに入ってるような,ようなものですねに言わなければ効力が生じない保証契約ね これはお金を借りてないんだけども、お金を借りてない人が返せなくなったときに代わりに返す人がする契約。これ保証契約。いいですかね。金貸しとお金を借りた人がする契約はお金の貸し借り契約でしょ。それでお金を借りた人がお金を返せないときに代わりに返す人はお金を貸してくれる金貸しとその保証人との間でするのが保証契約です。いいですか。金貸しと保証人の間でするのが保証契約ですからね。 いいですかねお金を借りた人が保証人になってくださいって頼むのが保証契約ではございませんからでこの場合ですね自分で借りたお金じゃないんだけど場合によっては返さなくちゃいけないでしょ本当に大丈夫とかそういう意味もこねてですねトラブルが多発してますので民法上ですね、はいえー、書面がいるのはこの保証契約だけということになります。 あとはもう勝手にですね、まあ、燃えないようにあの紙に残しておきましょうかデータで残しておきましょうかというふうにしているだけということになります。よろししいでしょうかね はいじゃあ次行きたいいと思います次がですね12ページの4のところですね同じところになりますけど ④ 右側でしょうかねはいこの4のところなんですけども上からですね3行目のところですね販売業者が消費者の注文に基づかないで商品を送付して契約を申し込む商法これ「ネガティブオプション」と言います送りつけ商法いきなりですね家にカニが送られてくるとかですねいきなり頼んでもないメロンが送られてる場合ですねじゃあこれはどういうことかというとですね契約は成立しないということになってます。 なぜかというと売りましょう買いましょうで売買契約が成立するのに全く頼んでもないものがいきなり置き付けられた場合ねで何日以内に返答してくださいとかねそうした場合ですけどもこの場合は返送すする義務も全くないですこの辺のところ書いてありますでこの場合はですね契約も成立していないということになりますですぐに処分していただいても大丈夫ということになります。このの内容なんんんででででですすすすけけけどどもも同じテキストねね後で見ていただければと思うんですけども皆さんですねお時間の方が ないないんでこれ特定商取引のところにですねネガティブオプションって68ページも出ております68ページの括弧8でね、送り付け商法ですねまあ、ここと内容的には同じです同じ内容が2回書いてあると思っていただければいいというふうに思ってくださいはい次行きましょう13ページ括弧3真ん中ぐらいのとこ大きいタイトルです契約の内容契約自由の原則とあります民法という法律は民の法ですで、民の法に関してですね我々はですねはい 民主主義で自由国家ですので要するに国家権力により介入はですね基本的にはできませんしたがって契約自由っていうのはお互いが言っちゃいいってことです、ね、契約内容は当事者が決める自由国家ですからということです。これが書いてあるのは3のはですね 13ページ左側の産業のところにで,ですね国家は介入しないということですでこの契約の自由ですね大きく見るとこの3つあります、はい、締結の自由内容の自由方式の自由というふうに書いてありますこれがまあ自由なんですけどここに書いてないことを少し申し上げますないものというかですね契約自由の原則ではないもの NG なものを言います契約からの離脱の自由はありません だから契約自由の原則の中にですね NG ワードとしてあるんであれば契約自由の原則の一つとして契約から離脱の自由ははあるはペケになりますだってここに書いてある3つの中に入ってないとでしょ。で契約離脱からの自由っていうのはこの場合ですね相手方に迷惑がかかるんで原則契約の離脱はこれは勝手にできないということです。 もちろんね相手側が、OK、だって言えばいいわけですよ。あと法律で別に決めてあればね例えば皆さ,ん皆さん聞いたことあるかもしれないクーリングオフねクーリングオフは無条件解約っていうふうに日本語で訳されますのでこの場合はある一定期間ですね決まった取引に関しては、えー、消費者が一方的に解除できるというような特別の規定があればいいということになるわけですけどそうじゃなければ基本的には離脱の自由はないということです。 ですからね若者なんかに私も時々消費者教育をやるんですけどその時にね若者はですね契約は後からなしにできると思って安易にしちゃうんだよね、はい、よくわかんないから社会的経験が少ないですかねで安易にしちゃいけないですよってなぜですかって聞かれた時の理由の一つとしては勝手に契約からですねあやっぱなしねっていうことはできないんですよ、まあ、相手がいいってはいいし法律で決まってればいいんですけどねクーリングオフみたいにねな,なければできませんのではい 契約自由の原則の中には契約のね いいですかね離脱契約からの離脱の自由はないということを押さえていただければと思いますじゃあ14ページいきましょう括弧4のところですね判断能力が不十分な保護というところで未成年者の成年後見制度というのがありますこちらについて少しお話,お話の方をさせていただきますまず14ページ左側ですね丸1というのがあるかと思います左側の丸1ですねちょっと緑の字ですね大きさは一緒です未成年者取り消しでありますでこちらですね 今未成年者は18歳未満ということになります。18歳以上はこちらの方はもう、えー、成年ということになります。成人ということですかね。だから18歳未満はということになりますね。はい、未成年者ははいこれ見てください。丸1のところ3行1、2、3、4行ですね。ごめんなさいね。左側も丸1、4行これ大事ですよ。はい、満18歳をもって成人と、えー、すると書いてあります。いいですね。 でえー、と未成年者が法定代理人かつて親ですね親の同意なしにですから、えー、未成年者が勝手にですね大きい買い物をしていってきった場合で親の同意がなかったら後から取り消しが可能だということになりますでここですね取り消しということなんですが「できる」ですから別に「取り消さなくてもいい」ということですまあいいんじゃないのって話であればね取り消しできるってことは取り消してもいいよということです、まあ、お親のね 了解なく勝手に未成年者が大きな買い物をしてきたら、まあえー、基本的には取り消すと思うんだけどあくまでも取り消しできるというのは、まあ、権利だということになりますじゃあですねこれ原則ですので当然法律は例外まであるんですけどこの例外もですねこの試験出ておりますので少し見ておきましょう、はい、14ページ左側今見ていただいたとでかいラージ B がございますこれ例外ですこれはは要するに、はい 未成年者取り消しが使えない場合ということになりますねですから未成年者の場合はすごく簡単にと無敵なんですよねこの未成年者取り消しがあるからですだけど無敵にならない例外が4つあるよということになりますねはいじゃあ B のとこまず見てくださいまず1半括弧1ですね小遣いの範囲以内の金額であるときっていうことですね これはお小遣いであって、親がもうこれ使っていいよということで、まあ、ある意味、事前に承認与えているようなイメージでいいと思います。この範囲で勝手に使ってきていいよということであれば、この場合は後から親が刺さり出てきて、取り消すことはできないということです。で、括弧に営業を許可した場合に、その営業に関する契約ということになります。別に、中学校を卒業して働いてもいいわけですよ。で、親から仕事を一部つ引き継いでね。そのビジネスと出会っている部分については、未成年だから。 ということでね取り消しになっちゃったらビジネス進まないでしょだからこの場合の営業を許可した場合という話ですまあ、これはまあ試験的には、えー、狙われません次かっこ半括弧さんですねこれあります親権者の追にこれ事前に OK もらってくる場合ですよくありますね未成年者の場合親のですねサイン先にもらってきてねそうしないと,、えー、と後から親が出てきて取り消しになったら困るからという意味でね業者さんが言、えー、う場合がございますこれですね 追認がある時ということですねでこの場合ですね「自後承認」というふうに書いてありますけれどもこれ事前でもいいです。事前でも自後でも大丈夫です、はい。事前に承認があればいいし自後でも承認があればということになります。はい、で4番ですねこれ未成年者が、えー、自分が成年だというふうに、えー、嘘ついた場合ですね。はい、そういうよう場合があります。 ここの辺の辺ところが例外になるわけですねただですね少し見てほしいのは14ページのところを見てください同じ14ページの右側ですね右側右側の一番下から数えて1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0一1 1 1 2行目下から12行目です右側12行目例えばとあります 探探せないいいい方は少しし止めてててただいて探してくだくさい例えば「成年ですか?」という問いに「はい」とクリックさせるだけの画面ですねまあすごく簡単な画面で嘘ついちゃった場合ですまあネットでだから買うんでしょうかね買い物でこの場合についてはですね、はい「差実に当たるとは認定できない」とあります。 いいですかねこ,これはありますねだこの場合にはあとから親が出てきて取り消しなんかができるよという話になるということになるわけですね。はいよろしいでしょうかね。未成年者取り消しというのとあとその、ね、取り消しできない例外この4つあるということになります。このようなところ試験で聞かれておりますのでねしっかり、えー、また見ていきたいと思います。